こんにちは。歯科医院地域一番実践会地域一番ディレクターの山内智也です。今日は LINE 矯正相談の始め方というテーマでお話をしていきたいなというふうに思います。多くの医師さんがですね、感じていらっしゃると思うんですけども、このコロナ禍になってですね、矯正の需要がぐんと上がりましたね。ただ最近少し鈍化してませんかと。今後もですね、矯正治療をコンスタントにやっていきたいということであればですね、矯正に関するマーケティングの取り組み、このあたりをしっかりやっていく必要がありますよね。そこでですね、今日紹介するのは LINE による矯正相談です。まだ取り組んでないという方はですね、これを見てですね、ぜひ取り組んでいただけたらいいなというふうに思います。歯科医院地域一番実践会チャンネルはですね、歯科医経営に関するですね、有料級の情報を配信しております。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。 LINE 矯正相談、よく質問されるのが、そもそもどの程度効果あるんですかというところですね。こちらもちろんその地域性にもよるんですけども、私がお伺いしている地方の医院さんでもですね、1年間取り組んでですね、月1件あたりがですね、ちゃんと矯正治療に LINE 矯正相談からですね、矯正治療につながっているという事例もあります。大体ですね、矯正治療、小児矯正とか成人矯正とかあるんで、価格の幅はすごいんですけども、平均60万と仮定した場合ですよ。60万かけるですね、月1件、それがですね、12ヶ月って考えたら、60万かける12で、720万ぐらいということを考えるとですね、無料で720万の効果出るって、めちゃくちゃ得じゃないですかと。めちゃくちゃ成果出てませんかと。やっぱりやらなきゃ損かなというふうに思います。で、この LINE 矯正相談、そもそも成果の出る要因なんですけども、一番はですね、LINE ユーザーの多さかなというふうに思います。日本でもですね、約ですね、8000万人ぐらいいるんじゃないかというふうに言われてますね。で、日本の人口にしたら約6割ですよ。70代のおじいちゃん、おばあちゃんでも最近 LINE やってたりするわけじゃないですか。これだけね、広く使用されている、コミュニケーションツール、これを活用しない手はないかなというふうに思います。ただ取り組みたいんだけども、ネット関係が不得意でという方もいらっしゃいますよね。多いと思います。でも安心してください。もう LINE 使えるんだったら使えますから、この LINE 矯正相談、ぜひですね、この後の動画見ていただいてですね、自分の院でもですね、セッティングしていただけたらなというふうに思います。はい。で、この LINE 矯正相談ポイント2つです。で、1つはですね、LINE 公式アカウントを活用する。 LINE 矯正相談ですね、 LINE 公式アカウントを活用します。で、この LINE 公式アカウントっていうものを活用して、相談を乗るんですけども、このセッティングをですね、後でお話しします。で、2つ目がですね、ホームページに LINE 矯正相談ページを作るということですね。この2つさえあればですね、LINE 矯正相談ができます。増えますというところですね。はい。では、LINE 公式アカウント、こちらのですね、活用の方法、手順をですね、お話ししていきたいと思います。まずですね、 LINE 公式アカウントを登録するということを、やっていただきたいなと思います。例えばね、 Google で LINE 公式アカウント登録と調べていただくと、ね、LINE 公式アカウント LINE for Business っていうのが出てきますね。こちらですね、クリックしていただくと、そうするとこういう画面になります。で、この右上の方ですね、アカウントの解説っていうところがあるんで、ここをクリックしていただいて、登録の手順を踏んでいただくという感じですね。5分ぐらいで終わっちゃうんじゃないかなと思います。登録自体はですね、非常に簡単です。で、まずここまで、やって登録するとですね。で、次、中身の設定ですね。こちらですね、管理画面です。で、ちなみにですね、 LINE 公式アカウント、1つの ID で100個のアカウント作れます。で、矯正相談用のアカウントも作れますし、あとはですね、医院の情報発信用のアカウントも作れたりしますんで、いろんなね、アカウントを作って活用していくっていう方法もありますね。はい。で、ここの作成っていうところを押していただいて、こんな感じですね。そうすると、その作成方法が出てくる、設定が出てきます。で、設定していくとですね、その次にですね、こういう画面があります。設定が完了すると。で、その時に、ここですね、応答モードっていうところがあります。この応答モードのところをですね、最初デフォルトがボットってなってると思うんで、ここをチャットって書いてください。で、チャットに変えることによって1対1のやり取りができるようになります。で、
その次にですね、左側のところのメニューに挨拶メッセージっていうのがあります。これ何かっていうとですね、他の飲食店とかでも LINE 登録すると、最初登録した時点で相手からですねメッセージ来るじゃないですか。そのメッセージの文章の設定です。ここをですね、この度は〇〇歯科のですね、LINE 公式アカウントをご登録いただきありがとうございますみたいな入りで、でこういう手順で相談できますよということを書いていますね。手順1、お名前、ご年代、お電話番号、歯並びに関する相談内容を記載してチャットしてくださいと。で手順2、お口の画像、この画像をどうするかっていうのね、院さんによって、ね、変わると思うんですけども、こういう画像を送ってくださいよということだったりと、あとはですね、その他の注意点、みたいなところをですね、下の方に書いていただいて、いう感じですね。ここだけです。これだけで、設定が完了です。非常に簡単ですよね。はい、これで中身の設定が終わるという感じですね。で次が自身の携帯、院長先生でも担当する勤務の先生、スタッフさんでもいいんですけども、院の携帯でもいいんですけども、そこの、携帯にですね LINE 公式アカウントのアプリケーションを入れてください。これ LINE と違います。 LINE と違うんで間違えないようにしてください。 LINE 公式のアカウント、 LINE 公式アカウントのアプリケーションがありますね。それを登録していただければそこに通知が来ますから、漏れがなくできます。で院長先生の携帯に入れてちょっと自分忘れがちっていうか見ないこともあるなっていう方はですね、委員のねパソコンの中にアプリケーションをダウンロードするっていうのもありですよね。でそれを毎朝毎朝スタッフさんに見ていただくっていうのもありかなと思います。はい、でそこまでできたら次は友達登録用の URL をホームページに設置するというところですね。ここでホームページに LINE 強制相談用のページが必要になってくるというわけです。はい、でどういう内容をどういうコンテンツにしていくかというところですけども、ここも非常に簡単です。まずはどんな悩みを相談できるかを冒頭に記載するという感じですね。こんな悩みありませんかと、自分に何の強制が適しているのかとか、費用はどのくらいなのかとか、期間はどのくらいなのか、こういう疑問ありませんか、こういう悩みですね LINE 強制相談を通じてですね、お受けしますよという内容を書くということですね。あとはもう手順だけですよ。手順を書くだけで、 LINE 登録の方法とか相談の手順とか、国内写真の手順とか、あとはその他の注意事項、こういう注意事項がありますよっていうことを書くという感じですね。はい、起動し LINE を起動してください、タップするとこういう画面ができますよ、でこういう感じで相談してください。この画面のところはですね、自分だったりスタッフさんだったり家族でもいいんですけども、実際に模擬でテストで、登録してもらって、その時に、書いてもらったものをスクリーンショットして、ホームページの業者さんに、投げる感じだけでですねセッティングしてくれますから。で、花見に関する悩みこういうふうに記載してくださいねみたいな感じでね、書いていただくと、でこんな写真撮ってくださいねって、こうしたのね、実際の写真、スタッフさんでも自分でも家族でもいいんですけどね、その写真をですね貼ってですね、お見せするという感じですね。はい、でこの最後に、URL を設置するというところですね。でこの URL、 友達登録用の URL なんですけども、先ほどの管理画面の左側のメニューで友達を増やす、友達追加ガイドっていうところがあるんで、そこをクリックしていただくとこういう画面になります。こういう画面が出るので、そこの URL を作成というところをクリックしていただくとこういう画面が出てきます。こういう画面が出てきたら、このコピーを押してくださいと。でそうするとですね URL がコピーできますから、でその URL をコピーして、ホームページの業者さんに、ページの最後に設置してください、もしくはこういうバナーを作ってですね、リンクできるようにしてくださいみたいな感じにして、もらえるとですね、友達登録用に飛ぶように設定ができます。はい、であくまでもですね、LINE 強制相談、簡易相談ですよ。もうきっかけ作りなんですよ、きっかけ作り。で、判断しかねるような状態、そういったものはですね、気兼ねなく LINE を促してください。強制のような一般的な人から見たら高額なものじゃないですか。その高額なものに関しては、いかに最初のハードルを下げるかっていうのが非常に大事になってきます。で、窓口を広げて、どんどん相談してもらえるようにしていくというところですね。で、LINE 強制相談をしてもですね、すぐに LINE につながらないケースもあったりします。
ただですね、数ヶ月後にですね、突然 LINE するということもあります。で、弊社のセミナーで常々伝えてますけども、マーケティングに大事なのはいかに見込み患者さんを作るかっていうところかなというふうに思います。この見込み患者さん作りがしっかりしてれば、新患さんが減ったり、あとは近くに開業する院さんができたりしてもですね、影響されにくいわけですよ。ぜひですね、このような取り組みをですね、多くしてですね、歯科医経営に役立てていただけたらなというふうに思います。このチャンネルをですね、まだ登録してないという方で、この動画いいな、ためになったなという方がいらっしゃったらですね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、あとはですね、弊社ですね、YouTube だけじゃなくてですね、 LINE 公式アカウントでもですね、有料級の情報を、そして動画をですね、配信しております。今ならですね、6日間の無料ゼミということですね、動画配信してますんでですね、概要欄に URL があります。 URL をクリックしていただくとですね、すぐに登録ができます。ぜひですね、登録よろしくお願いします。はい、ということですね、最後までご覧いただきありがとうございました。またですね、いつも動画のシェア、いいね、ありがとうございます。次回もぜひ楽しみにしてください。